はい、どうも、かがめいちゅうです。今日もですね、一日一曲聴いていきましょう。はい、今日はですね、ウルさんの、それを愛と呼ぶならですね。まあ、これ、最新の楽曲ではないんですけど、このファーストテイク出てたので、ちょっと紹介していこうかなと思いました。はい。で、やっぱね、ウルさんはもう、結構、僕、こう、勝手にコラボさせてもらってみたみたいなやつで、コラボ、勝手にしてるんですけども、やっぱね、いい曲多いですね、本当に。で、声がもう、いいし、本当にオンリーワン、結構俺オンリーワン、オンリーワン、みんなに言ってるかもしれないけど、本当にオンリーワンっていうような感じます。はい。まあ、てか、本当、オンリーワンっていう人はもう、本当に好きっていうことなんで、もう素晴らしいなと思って、シンガーソングライター。うん。これ、やっぱ曲とかも大体これ自分で作ってるんですもんね、ウルさんはね。うん。で、本当にこの、盛り上がる時とかがね、すごい、盛り上がり方というか、このメロディーのこの儚さというか切なさみたいなのが、出すのがね、このメロディーセンスが素晴らしいんだろうなと、いつも思っております。はい。本当に、素晴らしいシンガーさんだと思います。はい。ということですね、このファーストテイクのやつもぜひ、見て、なんか最近ウルさんはあれですね、アルバム出したみたいなので、そちらもぜひチェックして聴いてみたら、いいんではないかなと思いました。はい、ということで今日もありがとうございました。かがめいちゅうでした。